マフィアのザネッティファミリーに裏切られた5人の主人公を操り、組織に復讐を果たすために戦うバイオレンスアクションビートダウン。今回は舞台となる暗黒街ラストンブラスを生き抜き成り上がるためのおすすめ技や序盤のボスとの戦い方を紹介していくぞ。ラスソンブラスで成り上がれ。まず本作の舞台となるラスソンブラスで生き抜くための手引きを紹介しよう。裏切り者の命を着せられた主人公は様々なスキルを持つ仲間を集めて組織に復讐する。主人公は町のゴロツキにネゴシエーションを使い仲間を増やしていく。通常の会話で仲間を増やすこともできるが、戦闘によるネゴシエーションが基本となる。戦闘時のネゴシエーションは相手のプライドゲージを減らすことで有利に展開する。プライドゲージをゼロにしてネゴシエーションを使おう。またネゴシエーションでは情報やお金を奪うこともできるぞ。次に主人公5人のバトルスタイルの傾向とおすすめコンボを紹介しよう。レイヴンは全バトルスタイル中最速を誇るボクサータイプをベースとしている。パンチのコンビネーションを駆使して戦おう。フルスイングナックルはホールの主人メルヴィンがテクニックレベルに合わせた技を教えてくれるぞ。ジェイソン・ジーは投げ技が得意なグラップラータイプをベースにしているぞ。掴みの間合いが広く強力な投げ技が魅力だ。コンボエルボーは技に詳しいスキルを持つ仲間から教えてもらおう。Yo. Yo. また教えてもらえる技は呼び出した仲間によって異なるぞ。アーロンはトリッキーな技と強力な一撃を誇るナックルマスターをベースにしている。初期状態から強力な技や連携を持っているぞ。アーロンの技は単発でも威力が高いので戦いやすいぞ。ジーナは豊富な空中技を持つジャグラーがベースのバトルスタイルだ。相手の攻撃をかわしながら攻撃できるのが魅力だ。
ジーナの攻撃は多彩な技が多くコンボがつながりやすいのでおすすめだ。ローラは中間距離を得意とするストライダーがバトルスタイルのベースだ。多彩な蹴り技を持ちトリッキーな連携が得意だ。エアレイドはメルビンから教えてもらえるぞ。次は序盤で強敵となるイグナツィとユージンの対応法だ。成り上がりチャプター3、殺し屋イグナツィ。まずイグナツィとの戦いで注意が必要となるのは両手についている鍵爪だ。武器による攻撃は素手でのガードができないので、こちらも武器を装備してガードしよう。イグナツィ戦で有効な武器はメリケンサックだ。このアイテムは武器攻撃をガードできる上に相手をつかむことができる。イグナツィの武器攻撃は強力な技だが隙ができやすい。イグナツィが後ろに下がったらガードを固めよう。コークスクリューには投げ技を。ブラッディ・マリーは復活技で対応しよう。以上の点に注意すれば楽に戦えるはずだ。成り上がりチャプター4、ユージン。ユージンのバトルスタイルは武器攻撃が得意なウェポンマスターだ。ある程度ダメージを与えるとナイフを装備するぞ。ユージンがナイフを装備したらメリケンサックを装備しガードを固めよう。攻撃終わりに隙が生じるので武器を奪い素手の状態にする。ユージンは武器がなくなるとガードを固めてくる。この時ガードの上に攻撃をするとスマッシュアッパーで反撃を仕掛けてくるので、かわして打ち上げよう。この攻撃を繰り返すことで戦いが楽になるぞ。いかがだったかな。今回紹介した点を踏まえればラッソンブラスで成り上がれること間違いなしだ。他にもミッションを受けてお金を稼いだり、変装を駆使して別人になるなど様々な要素が隠されているぞ。5人の主人公を操りこの街で暴れまくれ。